今までずっとあなたに負け続けた。それでも今度こそ僕は正義の味方気取りですか、主人公気取りですか、純徳と、あなたがいくらもがいても変えられないものがある。古田さん、僕はあれだけ間違えてきたのに、あれだけ傷つけてきたのに、無駄だったなんて思えないんです。この世界は間違ってない、ただそこにあるだけだ。たとえいつか何もかも無駄になるとしても、僕は今日みたいにあがき続けます。